こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では買ったけど着なかった服5000というテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。僕はですね、仕事柄いろんな服を買うわけですね。そうなるとですね、うまくいくこともあれば失敗することもあるわけですね。ですので皆さんに比べるとですね、圧倒的な失敗の量をですね、今まで体験してきたわけですね。そういった失敗を振り返ると、あ、こういった点が良くなかったんだなという学びもですね、皆さんよりも少しだけ経験値が高いのかなというふうに思っています。ですので今回の動画では、僕が今までいろんな失敗をしてきた中で、この5個が特にですね、やりがちやなというところをまとめてみましたので、今後皆さんがお買い物をする際にですね、同じ失敗をしないように参考にしていただければなというふうに思っています。僕自身ですね、これから挙げる5つの項目、結構ですね、未だに失敗を繰り返しているので、なかなかですね、完璧なお買い物っていうのは難しいかなと思うんですね。必ず失敗と成功は繰り返すわけなんですが、その中でも少しでもですね、打率が上がるようなお手伝いができればなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは、大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます、こちらの YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですね、この動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速ですね、一つ目の項目から皆さんとシェアをしていきたいなと思ってるんですが、一つ目はですね、アイテム単体の癖の強い服ですね。これはですね、ちょっと具体的に写真も載せておきたいなと思うんですけども、単品で見た時にはかっこいい服ってあるじゃないですか。特にお洋服屋さんに行くと、目立つ服っていうのはそれなりにですね、インパクトのあるものだと僕は思ってるんですね。例えば色が綺麗な服だとか、もしくは柄のある服だとか、トレンド感満載の服だとか、こういった服の方がお店の中に置いてあっても目立つわけなんですね。ですので、そういったものを見て、ああこれかっこいいなとか、これ着てみたいなという形でテンションが上がるわけですね。ところが実際にそれを買ってみてもですね、どう着たらいいのかわからないということって結構多いんじゃないのかなというふうに思っています。今僕が挙げているこちらのシャツはですね、正直この動画の中でもですね、ご紹介していたので非常に心苦しくはあるんですが、買ったはいいけども、そんなにたくさんは着れなかったんですね。というのも、やっぱり柄自体にインパクトがあるので、なんか気軽に着やすいっていう感じじゃないんですね。どうしても着る前にですね、一回テンションを上げなくちゃいけないので、なかなかですね、登場機会が少なくないんですね。これは僕の中でも反省が大きいんですが、色だとか柄だとか単品の魅力があるものには注意が必要で、それを買うときにはですね、このシチュエーションでこんな感じで着るというところ、そこまで想定しないとなかなかですね、着なくなってしまうので、アイテム単体のインパクトが強い服、これにはですね、皆さんも注意をしていただきたいなというふうに思っています。本当であれば、お店の中でもあまりですね、注意が向かないような地味な服、こういったものの方が意外と使いやすかったりするわけですね。例えばどんなものがあるかというと、秋だったらシンプルな丸首のニットですとか、あとは黒のスラックスだとか、こういったベーシックなアイテムですね。コートだったらネイビーのステンカラーコートだとか、こういったものって売り場にあってもあんまり目立たないんですね。ですので、そこに視点が向かうことはないんですが、そういった地味だけどすごく使えるというものをですね、やっぱり僕ら世代というのは優先した方が着こなしにおいては活躍してくれる可能性が高いんですね。ですので単品のインパクトというところにはですね、僕も含めて皆さんもですね、注意をしていただくと着ない服というのがですね、一つでも減らすことができるのかなというふうに思っています。はい、続いて二つ目なんですが、これはですね、一つ目の項目と結構近いところもあるんですが、どこで着ていくのか想定できない服というのもですね、
これまた買ってもですね、着なくなる可能性がものすごく高いんですね。まあ、その一例として僕が挙げたいのがですね、後ろにあるこちらのですね、まあ、ライダースジャケットみたいなのがですね、挙げられるかなと思うんですね。これめちゃくちゃ気に入っていて、個人的に買ってよかったなと思うアイテムなんですけども、まあ、僕のクローゼットの中でもですね、もうかなり長い年数ずっと居続けているものなんですね。おそらくもう5年ぐらい経ってるかなと思うんですが、すごい気に入ってるんですけど、着た回数というのはすごく少なくて、おそらく10回未満なのかなというふうに思っています。そう考えるとですね、なかなか1回あたりの単価が高いなと思うわけなんですが、ライダースジャケットって僕大好きなんですけども、着るシチュエーションがないんですよね。というのも僕自身がバイクに乗っていたりだとか、あとはロックのバンドを組んでいたら着る機会きっと多かったと思うんですが、残念ながらですね、かつてはバンドもやっていましたし、バイクも乗っていたんですけども、今は両方やらないので、本当に着る機会がないんですね。子供と遊ぶ時にレザージャケット着るかというと、なかなか着ないし、奥さんとどっかデートで出かけるって言っても、これまたちょっといかつすぎるので着る機会がないんですね。まあ、仕事で着ることがたまにあるかもしれないですが、やっぱりお客さんとの接客の際にあまりにいかついのもですね、なかなか難しかったですので、そう考えるとほとんど出番がないんですね。まあ、このように着るシチュエーションがですね、なかなか想定できない服ってあったりするんですね。まあ、そういったものはどんなに気に入っても最近は買わないようにしてるんですね。例えば他にどんなものがあるかというと、ロング丈のコートみたいなものもですね、人によってはあんまり着ないよという方もですね、少なくないんですね。例えば車の移動が多いだとか、電車に乗ることが多くてあまり外を歩かないみたいな人は、意外とですね、着丈の長すぎるコートって邪魔になったりするんですよね。あとはダウンなんかもそうなんですけども、めちゃくちゃオーバースペックにあったかいものとかって結構あったりするんですが、都内近郊だったら結構ですね、そんなに真冬でも寒くなかったりするので、そんなにがっつりとしたダウンだとかえって暑かったりするので、電車の中だとか室内の時にとにかくかさばって邪魔だったりすることも少なくないので、まあ、着るシチュエーションとかがなかなか想定できないものっていうのは、買ったはいいけど着なくなる可能性が高いので、そのあたりリアルな買い物というところをですね、突き詰めた方がいいんじゃないのかなというふうに思っています。このあたりは未だに失敗が多くて、先ほどお伝えした通り単品の魅力で買ったはいいけども、これいつ着るんだろうという形でずっとクローゼットの中にかかりっぱなしのものも少なくないので、ぜひ皆さんもですね、服を買う際にはこれはどのシチュエーションで着るのか、ある程度ですね、想定してみてから買ってみることをお勧めしたいと思います。もしそのシチュエーションがほとんどないんだったら、どんなに気に入っていてもほとんど着ないので、僕は見送った方がいいかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて3点目はですね、肌触りが良くない服ですね。これもですね、以前はあんまり感じなかったんですよ。特に10代、20代の子であったら、着心地だとか肌触りだとか、そういったものにこだわって服を買うってことはほとんどなかったんですけども、これがですね、年を重ねていって30代後半ぐらいになった頃からですね、なんか着心地の悪い服ってなかなか選ばなくなってしまったんですね。着ているとすごく違和感を感じるぐらいの細いボトムスだとか、あとは肌触りがピリピリするものだとか、あとはニットなんか特にそうなんですが、肌触りがガサガサしたりだとか、あとチクチクするものだとか、こういったものってやっぱり長時間着てるとストレスになるので、なかなか着るテンションにならないんですね。ですので服を選ぶ際に肌触りだとか素材の質感というところはものすごく注意をするようになったんですね。ですのでそういったところを加味すると、通販での買い物というのはちょっと難しいところがあって、なかなか素材の質感までわからないことが多かったりするので、個人的にはですね、オンラインである程度目星をつけてお店で買うということが少なくないんですね。皆さんもきっとこのあたりはですね、なんとなく理解していただけるかなと思うんですが、肌触りの良さだとか、あとは生地自体の質感ですね。これがまたですね、チープに見えるものもやっぱり着なくなることが少なくないんですね。まあ本当に安くていい服って今たくさんあるんですけども、デザイン自体は安い服は良かったりするんですけども、
肌触りだとか、あとは表面の質感になんかキラキラするような不自然な光沢感があるみたいなものは、なかなかですね、着なくなることが少なくないので、生地の質感というところは、ぜひ皆さんにもしっかりと見ながら買い物をしていただければなというふうに思っています。きっとですね、そういった質感というところに注意をしながら試着をしていくと、あ、この素材感は自分は好きなんだなとか、逆にこの素材は意外と苦手なんだなっていうのが分かるようになるので、ぜひですね、商品の製品タグを見ながら、自分に合った素材感だとか、好きなものの質感というところを確かめながら買い物していくと、着なくなる服がですね、また一つ減っていくのかなと思うので、ぜひチェックしていただければなと思っています。はい、続いて4点目なんですが、これもですね、あるあるなんですけども、自分の身の丈に合わないような高い服、これもですね、買ったはいいけど着なくなる服の代表かなというふうに思っています。結構ですね、僕ら世代になると一生ものだとか一長羅だとか、そういった言葉にですね、なんとなく惹かれて頑張って買うという方も少なくないかなと思うんですが、それはそれでとても素晴らしいことだと思うし、まあいい経験にはなるかなと思うんですが、僕もですね、そういった服とか、あとは小物だとか、いろんなものを買ってきたんですが、意外とですね、いざ使う時になるともったいなくて着れないということが少なくなくて、意外と登場機会が少ないということが多かったんですね。これはですね、いろんな方から結構聞く話なんですけども、やっぱりですね、ある程度身の丈に合った服の方が気軽に着やすいんですよね。まあ汚れてもですね、まあまあなんとかいいだろうと思えるぐらいの服の方が気軽に着やすいので、その分ですね、着用の回数は増えやすいというところが確実にあるのかなと思ってます。じゃあどれぐらいの金額までだったら投資してもいいかなっていうところなんですが、僕の中ではですね、普段買っている価格帯の 1.5 倍から2倍ぐらいまでだったら許容範囲かなと思っていまして、例えば普段ユニクロだとかそういったところで買い物をすることが多い方だったら、グローバルワークだとか、あとはアーバンリサーチドアーズだとか、このあたりまでだったらちょっと背伸びをしていつもと違った価格帯で買うのはいいと思うんですが、それがもっと高い価格帯だとどうしてもですね、着るのがもったいないだとか汚れるのが気になるだとか、そういった気持ちになることが多くて、なかなかですね、着ないことが少なくないので、まああんまりですね、背伸びをしすぎるのは僕はしない方がいいんじゃないのかなというふうに思っています。しかも一長羅の服って、まあ一回買えばですね、それが10年着れるかというと、そんなこともなくて、やっぱりですね、数年経てば服としての鮮度が落ちてしまうんですね。それはトレンド感みたいなところもそうですし、まあ数年着てれば服としてもやっぱりくたびれてくるので、どうしてもですね、高い服だから何年後も素敵に見えるかというと、そうでもないなという実感があるんですね。ですので、あんまりにも頑張りすぎて、高い服、身の丈に合わないようなものを買ってしまうと、意外とこれがですね、活かせないことが多いかなと思うので、そのあたりはですね、僕も含めて注意が必要なのかなというふうに思っています。はい、続いてラスト5点目なんですが、これはですね、4点目と真逆の考え方なんですが、バーゲンセールだとかアウトレットでまとめて買った安い服、これまたですね、意外と着ないことが多いんですね。高すぎてもダメだし、安すぎてもやっぱり着ていてテンションが上がらないので、なんとなく着る機会が減ってしまうんですね。特にバーゲンだとかアウトレットでまとめて買ったものって判断基準が甘くなりがちなので、どうしてもですね、思い入れもないし、着なくなることが少なくないんですね。ですので僕はですね、なるべくまとめ買いっていうのをしないようにしていまして、一点ずつ丁寧に、まあ、定価でも買っていいと思える服をですね、なるべく買うようにしてるんですね。まあ僕らぐらいの世代になると、私服の時間っていうのもそんなに多くはないかなと思うので、量としてはものすごくたくさんいるわけではないかなと思うんですね。ですので、せっかくの休日に着ていて気持ちがいい服をですね、ある程度背伸びをして買うということ、これがですね、僕は大切だなと思っていまして、高すぎる服は必要ないかなと思うんですが、着ていて気分が上がるような、まあ、いつも買うような服のですね、1.5 倍から2倍ぐらいの価格帯の服であれば、僕はですね、気持ちよく着れるかなと思うので、そういった服はたくさん着ることはあるかなと思うんですが、安すぎる服だとか、なんか気分が上がらない服というのはですね、意外とタンスの肥やしになりやすいかなと思うので、
そのあたりの自分の心地のいい価格帯というところはよく考えてみるといいんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、僕自身はシチュエーションに応じて着る服の価格帯を変えるようにしてるんですね。例えば子供と公園で遊ぶような汚れてもですね、そんなに気にしなくていい服というのは、僕はユニクロ U あたりの服ですとか、あとはプラス J の服、このあたりの価格帯が多いんですね。一方で休日でちょっとおしゃれをして出かけたいなという時にはですね、セレクトショップのオリジナルぐらいの価格帯がちょうど気分がいいんですね。まあ、いつものユニクロ U だとかプラス J の価格帯よりもちょっと金額は上がるんですけども、汚れてもまあギリギリ許せるかなというような価格帯、これぐらいをですね、僕は普段着として着るようにしています。一方で仕事で着る服に関しては、やっぱりある程度トレンド感がある服だとか、旬な服を着たかったりするので、もうちょっと上の価格帯を選ぶようにしてるんですが、この価格帯の服をですね、僕は子供と遊ぶ時には絶対に着ないですし、まあある程度シチュエーションに応じて価格帯を分けるようにしてるんですね。このあたりをですね、ちゃんと線引きできると、まあこれぐらいの価格帯の服だったら着てもいいかなというところが分かりやすいかなと思うので、安すぎる服も着ないし、高すぎる服も着ない。自分にとって心地のいい金額帯を決めて、そこの 1.5 倍から2倍ぐらいまでは許容範囲とする。このあたりをですね、意識してもらうと、すごく無駄のない買い物がしやすいのかなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画ではですね、買ったけど着なかった服ベスト5というテーマで、僕の失敗を皆さんにですね、なるべくわかりやすく解説をさせていただきました。ぜひ皆さんもですね、僕の失敗を踏み台にしながらですね、今後の買い物をなるべくですね、失敗がないように丁寧にお洋服を買い揃えていただければなというふうに思っています。ただですね、こういったことを意識しながらも、やっぱりある程度の失敗はつきものだと思ってるんですね。で、失敗をしない買い物が正しいとは限らなくて、失敗をしながらなんでこれ着なかったのかとか、そういったところを振り返りながら次の買い物に活かすことも必要ですし、ある程度トレンド感を意識したりだとか、もっとステップアップをしたいとなった時には、今まで選ばなかったような服というのもある程度は取り込んでいかなくてはいけないので、その過程ではですね、失敗はつきものなので、まあある程度の失敗というところは許容しながら、今後皆さんも服選びをしていただけたらなというふうに思っています。これからもですね、僕自身はどんどんいろんな失敗をしながら、そのですね、教訓を皆さんと一緒にシェアをできればなと思ってますので、これからもですね、ぜひ動画をお楽しみいただければなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。